って言ってたよ。やばー、早く叶うの。泣きたくない。ちょうどさっきね、みんながね、あっちでライブ見てて、ここでライブ楽しかったからやりたいねって言ってたんだけど、5月4日にここでみんなだけのライブ、みんなのお客さんだけに来てもらうライブを開催します。みんなここよく見といてください。このここにいっぱいね、フルッパーのフルッパーの皆さんで埋め尽くしたいと思うので、来年までもっともっと頑張りましょう。頑張ります。すごい、やった。ということで、あ、大丈夫、イエイ、おめでとう。